岡市のホテルで10月20日、UU ホームのお客様感謝パーティーが開催されました。集まったのは UU ホームのオーナー家族300組、およそ1200人です。自分からもまたご愛顧、大変に感謝申し上げます。本当にありがとうございます。ソーラーパネルの発電ですね、簡単に言いましたら2000万の投資で4000万が入ってくると、20年間で2000万の利益を送るんです。これ今大変旬な話題でございまして、ぜひですね、ご検討いただければと。シーホークホテルを使っての大規模なイベントは今回で3度目。豪華な料理やデザートが所狭しと並び、UU ホームの社員たち総出で作り上げた手作り感あふれるゲームやアトラクションには子どもたちが大はしゃぎしていました。はい、こちらはキッズコーナーです。畳が広がっている中に段ボールのお家があって子どもたちが遊んでますよ。このお家ってスタッフの皆さんで作られたんですか？あ、そうですね、みんなで作ってこうお絵かきとかできるような感じで、各いろんなところでいろんなゲームとかそれぞれ作ってて、ですね、みんなやってるんでどれも楽しいと思います、はい。出た後こうやって、まあ、集まりがあって、まあ、なんかこういうのあるのかなと、他の会社が、それはなんかいいなと思いましたけど、楽しいですね、こういうイベントをしていただいたらですね、子どもが喜んでます、うん、去年が、ね、700人、今年はもう1200人ぐらいで、それはやっぱり一つはですね、お客様への感謝の思いと、で今回はまあお得情報ということで、コンパクトソーラー発電と、これ皆さんにぜひ告知をしたいなと、そういうことで、無制限に今回は応募に応じたという、うちの家はね、世界でナンバーワンの家ですから、ね、外断熱工法といいまして、ね、一つは熱効率が非常にいいんですよね、大体年間で10万ぐらい電気代がお安くなります。お財布にも環境にも優しい、優しいと、そういったところもね、パーティーの皆参加されている皆さんの笑顔につながっているのかもしれないですね。そうです、いいよ、ありがとうっていう、うん、そういうことです。イベント盛りだくさんで、素敵なパーティーで皆さん楽しんでいらっしゃいましたよ。ありがとうございます。こんなに大規模でありながら、温かくて手作り感にあふれていて素敵なイベントでした。何より参加されている皆さんがとても楽しそうでした。会社のアットホームな雰囲気がしっかりと伝わってきました。